皆さんこんにちは、カンタロです。今日はですね、僕の高校時代の同級生に来てもらいました。まあ、ってことで、じゃあまずちょっと自己紹介からお願いします。K です。はいはい。年齢がじゃあ、僕と同じなんで26歳、はい、っていう感じで、まあ、今はどんな仕事をしてるか教えてもらっていいですか？地方銀行で働いてます。職種は営業だよね。はい。まあ地方銀行の、営業をやってるっていうことなんですけど、まあこういう働き方って、まあ、いろんな働き方がある中で全然ある話かなとは思ってるんですけど、まあその中でこの K 君は、銀行の営業だけじゃなくて、野球の方もやってるっていうところがあるので、まあ会社に属して野球やってるっていう感じのキャリアは、まあ、なかなかいないかなと思ったので、ちょっとインタビューに出てもらうことにしました。はい。で、実際その銀行の、まあ、入った時の新卒の就活のやり方とか、なんでその会社入ったかとか、ちょっとそういうところを、まあ、なんか皆さんにシェアできればと思うんですけど、そこら辺をどう？第一に、うん、地元に帰りたい、うんうんうん、地元に帰ろうかなっていうのが、まあ、軸、うんうんうん、でその中で、なんで地元に帰りたいかっていうところで、うん、まあ、昔ながらのちょっと考え方になるんだけど、うん、まあ、長男であるっていうところと、うんうん、まあ、親の面倒は、まあ、ゆくゆくは、うん、自分がしないとなっていうところで、うん、まあ、いつでも帰れるような地元に帰ろうかなっていうところがまず軸となって、うん、なるほど。じゃあもう東京とか地方じゃなくても茨城で就活するっていうのが、まあ一番だったんだ。そういうことですね。うんうんうん、でその中で、まあ茨城って言ってもまあいろいろあると思うんだけど、なんでこう営業を選んだのかだったりとか、まあ、なんで銀行を選んだのかっていうのは、そこら辺はどう？まずもともと営業を何でしたいかっていうところは、まあ自分の性格的に営業だなっていう、うんうんうん、その事務をずっとこう続けるっていうよりかは、まあ、人と話して、うん、お客さんと話して仲良くなって人のためになりたいっていうところで営業を選んだっていう感じ、うんうんうん、でもそれこそバリバリ野球やってたじゃん、はい。でなんかまあ自己分析とかこう就活の時言われて、でもやりたいことって正直わかんない。ないないない。そこら辺ってなんかどういう風な感じで、なんか自分はこうかなみたいなの決めてったとか、そこら辺も教えてもらっていいですか？確かに就活の時、うん、どうやって就活しようみたいなの自分で調べて、いろんな動画見てる中で、うん、確かにその今まで生きてきて、うん、やりたいことが見つかる人ってある程度高校大学で、うん、じゃあこれやりたいからこの学部に入るとか、うんうんうん、看護になりたいから看護学部入るとかっていう人もいると思うんだけど、うん、実際なんとなくこう大学入って、うん、なんとなく授業受けてみたいな、うん、やってきた人生だったから、うん、まあなんて言えばいいんだろうな、そこら辺はこうしたいああしたいっていうのが正直なくて、うん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 、その中でじゃあ自分にとって何があるってなった時に、まあ、今まで野球を続けてきたっていうところがあったので、うんうんうん、じゃあちょっと野球ももうちょい続けたいなっていうところでできるような場所を選ぶってなった時に、まあ、銀行に野球部があるっていうのを見つけて銀行を選びました。なるほどね。これぶっちゃけさ、新卒就活の時に、まあ、エントリーした社数とかって何社ぐらいやったの？大学の時は20社、20社。ああ、でもそんなにやってるんだ。で、内定出たのが 2社とか3社。いや、内定出たのは結構あった。あ、結構あったんだ。うん、それ迷わなかった？10社ぐらい、半分ぐらい。すごいね。なんでそんなもらえたの？まずスポーツやってるっていうところで、うん、不動産とかは結構もう早期内定みたいな感じでトントンで進んでった。やっぱスポーツやってるっていう需要あるね。需要ね、でかい。でもさ、それってさ、ただスポーツやってましただけだとさ、まあ、そんな簡単に受かんないじゃん、うん、なんかその受かるための秘訣とか、なんか攻略方法みたいな、なんか自分なりにあったの？やっぱどんな面接でも聞かれるのが、うん、その
何に対して行き詰まったか、うん、でそれに対してどう自分で乗り越えてたかっていうところは、うん、まあ就活、まあ、オーソドックスだけど、うん、聞かれるから、うん、そこに対して自分がやってきたことは話せるような状態にしてたから、うんうん、だから何かしらこうカンペを作ってそれを答えようっていうよりかは、うんうんうん、ある程度自分の中でこういうことしてきたよねっていうのを頭の中で、うん、整理した上で面接に臨んだから、うんうん、ある程度こうスラスラ喋れるような、うーん、でもそこの言語化めちゃくちゃ難しいよね。難しい。なんか先輩とかやってもらった？兄弟とか。あ、そこの面接練習は、うん、そうだね、なんか大学の部活入ってる中で、うん、そういうスポーツアスリート向けの、うんうんうん、なんか就活支援みたいなところが、はいはいはい、アスペラとかね、あるよね、あって、うん、そこでまあ1回2回ほど行ったけど、うん、でも実践した方がいいなと思ったから、うん、ある程度東京の全然知らないベンチャー企業とか自分で申し込んで、うんうん、それでエントリーした上でなんか面接して、逆にそれがなんか練習場になるみたいな。なるほどね。いやでも結構これ勉強になるね。それこそ言語化して実践して練習して、まあ、内定取っていったという感じですね。まあ、で、じゃあまあ就職、まあ、決まって、そこからまあ会社に入るまでなんだけど、まあ、会社に入るまでに一応なんかこういう資格取ったとかこういう準備したとか、 なんかそのなんだろう、これから入社する学生って今の時期いっぱいいるじゃん、うん、あと3ヶ月4ヶ月ぐらいあって、うん、だからこれはやっといた方がいいみたいな、なんかそういうのある？あ、資格は取っといた方がいいね、その分野に対して、うんうんうん、銀行だと証券外務員っていうのが2種1種、うん、あと内部管理責任者っていうのがまあ、うん、ほとんどの銀行今必須になってるんだけど、へえ、それがないと営業できないから、うん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 、でも世界一難しい。あ、そうなんだ。そんなむずいんだ。銀行。え、取ったんだ、それ。いや、それはもちろん。すごいね。逆に取る、銀行になってる人は多分全員取ってる。あ、そうなんだ。へぇー。それでもなんか、部活引退してなんかやる気なくなりそうだけど、なくならなかったの、そこは。いや、そこはもう、うん、やる気だよね、自分と。やる気がしない。うん、なるほどね。で、実際入ってみてどう？その仕事内容的にはどういうことやってる？まあ営業って言ってもさ、いろいろあるじゃん。うんうんうん、営業だから今は、まあ1年目と今4年目、5年目ぐらいで、うんうん、まあ今どんぐらいなんか変わってるとか、同じことやってるとか、その辺はどう？いや、だいぶ仕事内容変わってるね。あ、そうなんだ。変わってるし、うん、あ、1年目は、うん、もう本当に、なんて言うんだろう、雑務というか、うんうんうん、覚えながら、一緒に先輩のとこ回ったりとかして、どういう営業してんだろうっていうのを見て学ぶ、うん、あとは事務を覚えるっていう感じだったけど、ある程度2年目ぐらいやってから担当先も持たされて、まあそこに対して営業していくっていう、で、まあ、やっぱ年次が経てば経つほど担当先もどんどん変わってくるから、そうなると規模の大きい会社とか、あとは、まあ、基本的には売り上げだね、うん、売り上げの大きい会社をどんどん持たされる。なるほどね。じゃあ数字がまあついて責任が出てくるんですね。そう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 。そうさ、最初の頃とかまあ雑務だったって話だったと思うけど、辞めたいとか思ったことなかった？つらい、まあ、正直自分はない、うん、ないんだ。ギャップはなかったんだ。じゃあギャップはない。うん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 。でも辞めていく同期はめちゃめちゃ多い。あ、そうなんだ。あ、そうなんだ。めちゃめちゃ多い。え、同期何人？120ぐらい。で何人ぐらい？今も多分もう30人。ちょ、マジか。じゃあほとんど4割ぐらい。うん。しかないんだ。3年目でもう辞めた。へぇー。それ辞めた後ってみんな何すんの？大体銀行の3年目、うん、4年目ぐらいまで、うん、で辞める人は、うん、基本的には市役所とかに入る。あー、公務員になる。公務員になる。なるほどね。まあ、資格取ればっていうことだもんね。で30代行ってからキャリア積んでから辞める人は大体コンサルティング。うん、うん、なるほどね。まあ金融知識もあって、うん、そうそう、数字も読めてっていうところ。だからそういう意味ではやっぱキャリアの幅は銀行って広いよね、辞めた後も、ね、うんうんうん。でもさ、それこそ東京の銀行、それこそ赤とか青とか言われるところとかって、まあ、外資の投資銀行行くとかさ、いろいろキャリアがあるじゃん。うんうんうん、その地方の、まあ、銀行っていう面においては、その転職みたいなことで結構前のめりの人が多いのか、
それともなんかこうやっぱり長く続けて出世しくみたいな人が多いのか、それだとちょっと後者、あ、後者の方がいいんだ。なるほどね。長く続けて出世していく、うん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 、あんま転職ありきではいないと思う。なるほどなるほど。あとまあ実際じゃあ仕事やってみて、なんか一番おもろいなみたいな感じた瞬間とか、まあ、あとはおもろいじゃなくてもそのスポーツの経験がこれめっちゃ今生きてんなみたいなところってどういうところある？なんかあるんですよ。まあ多分銀行ってなるとどんな営業してるのかなっていうのが多分みんなわかんないと思うけど、うんうん、基本的にはイメージ通りでもあるし、うん、全然イメージと違うところもあって。どういうことどういうこと？イメージ通りはまあ会社を大きくするために、うんうん、会社のお手伝いするために銀行が融資してとか、例えば地方銀行から、東京に 出店したりとか、会社を大きくしていくための手伝い、イメージがみんなあると思うんだけど、うんうん、意外とそういう先に対して、うん、意外と融資するのって難しくて、銀行の中に審査部っていうのがあって、うん、ただ貸したいだけでは貸せない状況があって、会社の財務内容だったりとか、うん、あとはまあ将来の展望だったりとか、うん、返済原資があるかとか、うん、ちゃんと返済していくのかとか、うん、そういったものをひっくるめて審査して貸し出しをするっていうのがまあ基本になるから、うん、だからみんなが思ってるように簡単に貸し出しはできないし、なるほどね、みんなが思ってる以上に、うん、なんかこう銀行っぽくない営業をしてる。なるほどね。じゃあ俺が今個人事業主になりました、お金貸してくださいって言ってもそんな簡単には通りませんよと、うんうん、ちゃんと数字の根拠があって裏付けがあってっていう感じだね、うんうん、なるほどね。そのスポーツが生きたなみたいなどう？たぶん地域性によって営業の仕方ってだいぶ変わってくると思ってて、うん、でなおさら地方銀行ってなると、うん、地方にこう根付いてる銀行だから、うん、ある程度こうシェア率も高くないといけないし、うんうんうん、そうなってくると結構付き合い上の、うん、なんかこう商品をやるとかやらないとかっていうのも正直あって、うんうん、なるほどね、なるほどね。で銀行でスポーツやっててよかったなって一番思うのは、うん、まずまあ自分で言うのもあれだけど、うん、挨拶とか基本的なところはできるし、うんうんうん、ハキハキしてるし喋れるし、うんうん、ってなるとお客さんはやっぱ嬉しいんだよね、来てくれるのが、うんうんうん、顔出してくれるのが、うんうん、そうなってくるとだんだん仲良くなって、うんうんうん、でじゃあ、K 君がそこまで言うなら、うん、やってあげるよとか、うん、っていう感じなんです、うん、で、銀行の中ではそうお願い営業をあんましたくないって人いいんだけど、うん、逆に、うん、お願い営業ができる先を持てるのは、うん、意外とスポーツやってる人の方が多い。なるほどね、なるほどなるほど、お金があってもらってる信頼関係があるからお願いできるってことだよね。そう、そう、なるほどなるほど、それって結構大事だな。確かにね、確かにそういうところはまあ上下関係みたいなのも今まで叩き込まれてるし、まあそういう文化がやっぱ東京はやっぱ新しいものがごちゃごちゃなっちゃうけど、まあ、ちゃんと伝統みたいなのが地方があるからなおさらいけるかもしれない。なるほどね。これキャリアステップってどういう年次でここまで上がるとか、そこら辺はどう？基本は4年目、うん、8年目、うん、12年目、4の倍数だ、4で増えていく、ね、でも今は銀行も昇進が早くなってるから、うん、全然もう最初の4年はやっぱ我慢だけど、うんうんうん、4年目からは次8年目の昇給タイミングだけど、7年目で1年早く昇給する人もいるし、なるほどね、そこからどんどん同期と差がついていく。へー、だんだんボーナスの話ができなくなってくる。そう。なるほど、なるほど。いやあとは、まあ、野球をやってるじゃん、今。仕事しながら。で、その、企業チームで、まあ、野球だけやってればいいっていう企業チームの方が少ないし、野球だけじゃなくて、他のスポーツも、やっぱりデュアルキャリアみたいな形で、サラリーマンとスポーツやりながらっていうのが多いと思うんだけど、まあ、それだと一般的なサラリーマンだと土日休みとか祝日休みだと思うんだけど、うん、
土日祝日に試合とか練習とかできるじゃん、まあ、オフがないと思う。そこら辺はどう？いやまあ正直個人的には好きでやってるから、うん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 、別に苦ではない、うん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 、し野球をやってるからこそ、うん、仕事頑張んなきゃなっていうところもあるから。なるほどね。昔からその多分みんな野球やってる人とかスポーツやって土日犠牲にしてる人とかは、うんうんうん、は一般の生徒になったら土日遊べんのになとか思ってる人いると思うけど、うんうん、逆にその立場になった時に絶対人間だからだらけちゃうと思うんだよ、うんうんうん、だからスポーツやってるからこそ隙間時間見つけてこの時で勉強しようとか、うんうんうん、多分やる人ってそうなると思うから。なるほどね。そういう意味ではやってる上で時間見つけて本番のところに打ち込むっていうことができてるから、うん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 、やっていいなっていうかやってよかったなっていうのは全然思う、うんうんうん、なるほどね。じゃあ今これから就職活動で、まあ、サラリーマンやりながらそういうちょっと課外活動じゃないけど部活とかやる人は、まあ、その分やっぱりまだやっていくとより充実しますよっていう感じなんだね、うん、なるほど。逆にさ、まあ、それこそそっからプロ野球選手になるとかっていうのがバンバンあれば勝手にモチベーションって湧くと思うんだけど、うん、まあ、なかなかさそんなこう甘い世界でもないじゃん、うん、そこら辺のなんかモチベーションの管理がその競技の方は難しいかなって思うんだけど、中にいる人たちどういうモチベーションするんだって、なんか何のためにやってるのかなとか、だってわざわざさそれこそ土日の時間を休めるわけじゃん、休むとか、でもやってるわけで、でもそのプロ野球とか行けるかっていうと難しいってなると、何を目標に頑張るのかなっていうのは多分気になったところではあるんだけど。まずそもそも多分野球好きだからずっと続けてるんだよね。ああ、なるほどね。だ趣味みたいなもん。趣味ぐらいの感覚なんだけど、うん、やっぱそれなりに多分みんなガチガチに野球やってきてる人だから、うん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 、やっぱ趣味程度で終わらせたくない部分もあって、はいはいはい、まあいろんなその軟式なんだけど、うんうん、その大会とかに出ていく中で、うん、やっぱり勝つ喜びを知ってるからこそ、うんうん、そこの中でやっぱ一番になりたいっていう思いの中、ね、多分野球はそれがモチベーションになってる、うんうんうん、あとはまあ企業の野球部だから、うん、野球部が活躍すればするほど、うん、その企業の名前も全国に知れ渡るわけだ、うん、広告的だね。そうそう、うん、まあ、そういった意味合いをまあ自負してやってる人もいると思うし、うん、いない人もいると思うし、うん、まあ、そこは人それぞれだけど、うん、まあ、そういった意味でモチベーション上げてる人もいるかもしれない、うんうんうん、なるほどね。じゃあさ、逆にこれ聞きたいんだけど、まあ、それこそじゃあ大学で就活するときに、じゃあうちの軟式野球チーム入りませんかとか、うちのクラブチーム入って企業でも仕事しませんかとかっていう誘いってよくあるじゃん、うん、それで野球だけでその仕事を見ないで選ぶっていうことに対しては肯定派否定派？まあ、それは否定。なるほどね。なんでなんでなんで？銀行とか当時なんだけど、うんうん、野球部で取りたい子たちってやっぱいるんで、うん、スカウトしに行くんだけど、うん、それとまた別で銀行の面接とかして受かんなかったら、うんうん、いくら野球部で取りたいって言っても、うん、取ってもらえない、うん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 、まあそれはもちろん野球で生きていくわけじゃないから、うん、基本仕事が本業になるから、うん、仕事できない人は、うんうんうん、野球部にも入れない。なるほどね。のがある。だからじゃあ仕事ありき。そう。なるほど。